こんにちは、ハルレザーでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも。はい、こんにちは、ハルレザーでございます。今日は、リクエストいただいた染めやっていきたいと思います。ブルーアンティークですね。ブルーのぼかし染め、真ん中からだんだんこう暗くなっていくという感じのね、染めをやっていきたいなと思います。用意するのが、革とあとね、僕はなんですけどね、ティッシュを使います。で、あとウエス、まあこういうね、まあ、T シャツの切れ端みたいな感じのウエスね、こういうものを、こんな感じで包んでもらってね、こうやってで、こういう感じに、染めていけばいいんじゃないかなと思います。で、今回の動画は、染めだけで、次回、コーティングの方法を、お伝えしたいと思います。コーティングもね、新しいコーティング方法をちょっと、考えましたので、これね、リゼットさんの、ウレタントップコート、グロスハードねの液体バージョンね、全然綺麗にね塗れなかったんですけど、まあね、もちろんね塗れないから諦めるっていうことはねしないわけなんですけど、やっとね、まあ綺麗に塗れるというか、安定感のある塗り方っていうものがちょっと、分かったので、ああこれでちょっといけるかなみたいな、やっていけるかなみたいな感じで、今はその方法でコーティング塗るようになってますので、それ次回の動画にしたいと思います。今日は染めね、やりますよ。で、ちょっと告知がありまして、明日土曜日の、8時から9時ぐらいかな、夜、インスタライブをやります。ありがとうございます。インスタライブねやりますんで、まあ、知り合いというかお友達のレザークラフターの方と、一緒にやりますので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。明日9時インスタライブは、インスタグラムは僕の、概要欄ですかね、下の概要欄の方に、インスタグラムの方、貼ってますので URL、 そこから行ってもらって、フォローしてもらって、明日遊びに来てください。というわけでやっていきます。はい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 、と手袋ね、まあ手袋なんでもいいです。手汚れなければね、なんでもいいです。あまりねこう不器用にならなそうな感じの、僕はこれ使ってますね。こういうなんかこうピチピチしてる感じのやつね、使ってますよ。で、染色剤は、僕はですけども、ローパスね、ローパスを使っていきます。ローパスの空色、見えてる？空色、青、紺、黒と、この4色をうまいこと使って染めていきたいなと思います。で、まず1色目。1色目は空と青を1対1。2色目、青単品。3色目が紺単品。4色目が紺と黒が1対1。っていう風な配合になっております。まあ、実際にねちょっとやっていくか、この中入れてこう。1色目、ここが空色半分。このパレットねいいですよ、使いやすくて。で、青半分ね、青半分、1対1で、ここは青だけ、はい、青だけね。あららららら、顔の方についちゃったよ。で、3色目、紺1色で、4色目は紺と黒を1対1、紺と黒は1対1ね。これで終わりましたね、配合方法が。よいしょ、混ぜる、綿棒でね、混ぜ混ぜして、まあ、こことここ別に混ぜなくても大丈夫。4色目混ぜて、はい、これで OK。
そしたらばこれをこぼれないようにそっと移動させて、移動させてね、こぼれないようにね。で、あ、そうそう、なんかね質問来てて、これここの先っちょがねこうピューって出るタイプなんですよこれ。でこれどうしてるんですかっていうことを聞かれて、もともとねここってこう蓋開けるともう筒もうドバッて出るような感じのものになってるんですよね。こここういうの、これはこのちっちゃい方あるでしょ、このちっちゃい方、これこのちっちゃい方は先っちょがこれなんですよ、これこれなので、これをこっちに付け替えればこの大きい方もこのピューって出る方になるので、うまいこと使ってみてくださいよ。あのね、大きさが同じなんでね、こっちの先っちょがこっちにつくんですね。他は全部この大きい方はこのちっちゃい方からポンって取ってプッて入れて使ってますよ。すると、まあ、少し使いやすくなるんじゃないかなと思います。てわけで染めていきましょう。よし、これちょっとついちゃったね。でもまあ大丈夫。じゃあまずは1色目の、空と青、空と青1対1を全体的に塗っていきます。しっかりウエスに染み込ませて、もうじゃんじゃんね、こんな感じに、じゃんじゃんいきます。まあ適当ってわけじゃないですけどね、まあ全体的にしっかりと、なんていうんですかね、しっかりと塗っていきますよ。1色目は意外に結構あのしっかりめに塗った方がいいような気がする。1色目のこの色はまあある意味薄いんでね。でローパス使ってる方で染めててなんかな薄いんだよなって思ってる方いると思うんですけど、結構ね濃いめに塗ってみてください。しっかりめに。そうするとしっかり濃く色が乗れますんで、なんか今回面白い模様になっちゃいそうだな。結構ね皮によってねいろんなねもともとついてるね線傷みたいのもあったりするんですよ。こういうのとか、ほらこういうのとか、こういう当たりみたいな、なんか製造中にできるなんか当たりみたいなのがあるみたいですね。そういうのは気にせずに、まあある模様だと思ってね染めていっちゃいます。こんな感じに染めていきますよ。結構ねそんな塗るのっていうぐらい塗ってるでしょ。そうなんです、そんな塗るぐらい塗っちゃっていいんですよ。こんな感じかな。これ1色目で、2色目いきますね。2色目これね、ティッシュをね中に入れてね、こうやってね中に入れて、で2色目も、で2色目は全体的には塗らない、中心はあんまり塗らないようなイメージで、この枠この周りだけとりあえず1回塗ります。この感じに周りをぐるぐる、周りをぐるぐるして塗っていく。こんな感じに最初はね、まずは周りをぐるぐる、そんでぐるぐるしたら少しずつ中心に向かって近づけていく、中心に向かって近づけていきます。こんな感じだね、ちょんとちょんちょんちょんと、こんな感じ。ちょっと中心だけ残しておきながらブルーをしっかりとのせていく、まあ、青だね、ローパスの青、2色目はローパスの青をしっかりとのせていきます。こんな感じ、中心だけ塗ってないようなぐらい。次コーンで、コーンを塗るのはまずはやっぱり枠だけだね。こうやって枠だけ、こんな感じに枠を塗っていきますね。
こんな感じにやっていきますよ。こんな感じ、しっかりめにねもうがっつり色入ったなっていうぐらい枠は、しっかり塗っていきます。今紺ですよ、紺、3色目の紺やっていきますよ。いい感じに色が入っていってるかもしれません。こんな感じに結構しっかり入れていきましょう。もうちょっと入りづらいな。たまにね、入りづらい部分とかもあったりするんで、まあ使ってる革によりますね。皆さんがねどういう革使ってるかねわかんないけれども、たまにね僕のはちょっとこう入りづらいかなっていう部分もあったりとかしますね。でもね結構ね、こうやって繰り返し塗ってれば入るので、心配いらないですね。こんな感じ。で、紺が、枠にしっかり入ったかなと。今結構ぐるっと一周枠が入ったかな。ね、入ったでしょ。そしたら、枠にしっかりと紺が入ったら、ちょっとこいつが、かすれるというか、ちょっと少なめの染料がついてるような感じで、こんな感じに少しずつ中に入れていきます。中を染めていく、少しずつね、あまりゴシゴシ強くやらない、ちょっと優しめに少しずつね、ちょっとずつちょっとずつ中に入れていくっていうのも、色が重なれば重なっただけどんどん濃くなっていきます。なので、枠の方の外側の方をぐるぐるやってればどんどん濃くなっていくわけですよ。でだんだんこう薄くしていくようなイメージというか、そういう感じで内側を少しずつ浸入させていく、色をつけていきます。紺のね色を、こんな感じに少しずつ内側に入れていきます。で今この辺ぐらいまで、この辺ぐらいまで今浸入しましたね。でこの内側も本当に こいつがかすれてる感じで、かすれてる感じで、本当に薄く内側もちょっと入れると色の深みが出ていきます。ちょっとね、本当にちょっとですよ。あんまりやってるとしっかり色が入っちゃったりすると濃くなっちゃうので、深みを出す、奥行きを出す感じですね、色の。そういうのをイメージして奥に、中に少しかすれさせて入れていきます。こんな感じかな。うん、いいんじゃないですかね。そしたら2色目の青、2色目の青をもう一回やりますね。全体的っていうか、あの同じですね、枠を塗って中心は残しておきながらちょっとかぶせる、これがぼかしになりますから、中心はあんまり塗らない、でその周りを塗る、こんな感じかな。こんな感じで最後黒だよね黒を塗りましょう。黒は黒と紺ね、黒紺は同じ紺としっかり枠を塗る。もうこれは本当に、全体の色をグッと締める役割というかになるので、しっかりと枠を塗ります。この時に色が浅いとやっぱりしっかりとした色に見えないというか、なんですよね、色がなんか逃げるような感じって言えばいいのかな。
なんて言えばいいんだろう、しっかりと入れてあげるで、やっぱりどの色もそうなんですけど、色 と例えば2番の色と3番の色、3番の色と4番の色っていう風に色が変わる境目っていうものが分かりすぎちゃうと、まあなんかね、あここ境目だねみたいなね感じになっちゃうわけですよ。なのでできたらその境目が分からないような感じにしたいですよね。なんかちょっとこうなんて言うんでしょうね、ボケてる、なんて言うんでしょう、しっかりと綺麗にこうザーッとグラデーションになっててほしい。なんかこの枠だけただ濃いだけみたいな、で中ブルーみたいな、なんかそういうものよりも全体的にしっかりと、ボケてるなと、境目がよくわからないなっていうものを目指したいわけですね。なので、しっかりと黒を枠にこう塗ったら、かすれてる、これいっぱいついてない、いっぱいついてない状態で軽くこいつもやっぱりぼかしていきます。かすれさせる感じ、かすれさせる感じでちょっと内側に入れてあげる、こんな感じですかね。はい、できました、こんな感じですね。でまあ実際これがねどんな色になるのかというと、またね乾いてくるとまた色が変わりますね。で今度乾いた上にコーティング剤を塗るとまた変わりますねなので今のこの色っていうのはあまり当てにならない、当てにならないので、今のこの色っていうものを乾いたら変わる、さらにコーティングしたら変わるっていうものを何度も何度も経験してって、このぐらいにした方が綺麗な色になるんだなというものを、身につけていただけたらなと思います。なんとなく自分の中でこんぐらいにしておけば綺麗な色になるはずだっていうね、予測で完成させるしかないですね。なので何でもねやるしかないですねというわけでございますブルーアンですね、これが、ブルーアンティークになります。実際まあ、どういう色になるかと言いますと、ちょっと待ってくださいね。在庫がありましたね、これですね、こういう感じの色ですね、ブルーアンティークね、こういうような色を、作ってました今ね、こんな感じ。境目が分かりますかね、境目がなんかこうあんまり分からないっていうのが、なんとなく言いたいことが分かりますかね、こうじわっと内側に入っていく、じわっと、例えばここだけこの周りだけやたら黒くて内側がブルーっていう感じではなく、じわっと言ってるような感じで、これと比べてもらってもやっぱり全然違いますよね。こんな感じ、こんな感じ、全然違うので、まあそうねまあこんな感じになるわけですよというわけで、今回ねブルーアンティークやりました。次回ね、コーティングをやりますので、そちらをねもうちょっと見てもらって、新しいコーティングになるんでね、リゼットさんの、ウレタンコート、液体タイプのやつでね、グロスハードをどんな風に仕上げるのかっていうのを、見せたいと思います。というわけで今日はこんな感じでブルーアンティーク、の染め方になります。というわけで、明日ねライブ配信、見に来てください。おそらくインスタライブだよ、インスタライブ8時から9時ぐらい、多分そのぐらいになると思います。ご飯食べ終わったら
やる予定なので、ぜひ参加してなんかねコメントとかいただけると嬉しいです。というわけで、また次回さよなら。